シカゴはアメリカ合衆国入りの異クック軍にある都市。同州最大にして北米屈指の世界都市。国内ではニューヨーク、ロサンゼルスに次ぐ人口を持つ。シカゴはクック軍内にあり、同軍の軍長所在地である。同軍には他にアーリントンハイツなどが含まれる。2012年の人口は271万人。 19世紀後半から20世紀中盤まで、アメリカ国内における鉄道、航空、海運の拠点として、また、五大湖工業地帯の中心として発展し、ニューヨークに次ぐアメリカ第二の都市となっていた歴史を持つ。魔天堂がそびえ立つアメリカ型都市の発祥とされ、ダウンタウンの高層建築は、シカゴ派として知られ、近代建築史における重要局面を成した。 1973年に建てられたシアーズタワーは1998年まで世界一の高層建築であった。マコーミックプレイスコンプレックスは北米最大のコンベンションセンターであり、オヘア空港は全米有数の過密な空港として知られる。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて世界12位の都市と評価された。 アメリカの都市では、ニューヨーク、ロサンゼルスに次ぐ3位である。2017年3月の調査によると、世界7位の金融センターである。2014年の都市の経済規模では、世界9位となっている。日本語の漢字表記は、死に若い西へ。また、シカゴに住む人々は、シカゴエンズと呼ばれている。シカゴ名物、ポンチキ。シカゴのあるイリノイ川川口地点は、 古くからインディアン部族の交易の場として機能していた。一番古い記録では1673年にフランス人伝道士が訪れている。シカゴの語源は四国アと言われており、この地に潜住するアルゴンキン語族インディアンの言葉で臭い玉ねぎという意味で、おそらく川口付近に玉ねぎが自生していた地であったためだとされている。1779年に ドミニカの毛川省が入植。1803年には軍事拠点としてディアボーオントリデが作られると共に開拓が進み、1833年には人口200人程度だった。1836年に始まったミシガン湖とミシシッピー川を結ぶ運河建設を発端に土地等機関が退去して押し寄せ、一大開発都市に発展する基盤が築かれた。 1837年に市に昇格すると人口は急増し、翌年にはガリーナシカゴユニオン鉄道が開通、以後交通の要所として大発展を遂げる。その後、1848年にはイリノイ・ミシガン運河が開通、1852年にはイリノイ・セントラル鉄道が開通し、内陸交通の要としての地位をさらに高めた。その頃の主要産業は、 農業で、シカゴはとりわけ小麦を東部の都市に送り出す穀物の集産地として発展。1848年には世界有数の先物商品取引所であるシカゴ商品取引所が作られた。また、畜産業も発達し、1855年には収容等数が当時最大のユニオンストックヤードが設けられた。一方で優秀な鉄鋼床が点在していたために、 工業も発展し、1860年には人口6万人に増大し、セントルイスやシンシナティを追い越し、西部最大の都市になった。同年の大統領選挙では、シカゴを地盤とするリンカーン候補が当選し、初めて政治でも主導権を握ると、翌年から南北戦争を開始した。この頃には30万都市となっていた。 トリビューンタワー1871年にはシカゴ大火によって甚大な被害を受けた。一説によれば、オリアリー夫人が飼っていた牛がランプを倒して大火災になり、炎が燃え尽きる頃には町は廃墟になり、ほとんどの公共建築が焼け落ちた。しかし、現在はギャラリーや公式観光案内所になっているシカゴウォータータワーは唯一焼け落ちずに残った公共建築物である。 被害額は当時にして約2億ドル、家を失った人は10万人に上ったという。しかし、この消失はシカゴの計画としか新都市計画の幕開けになった。被災後、市は木造住宅を禁止し、レンガ、石造、鉄製を推奨した。そのためシカゴは建築家たちの格好の市場となり、1885年にホームインシュアランスビル、 1887年に、タマコビルディングが、春高、建築における、シカゴ派による、マテンロ設立ラッシュの先駆となった。このダウンタウン形成時に、その観察に努めた、社会学者が膨大な記述を行った。社会学における、いわゆるシカゴ学派の始まりである。1873年に始まった、大不況では、1886年5月に、 合衆国カナダ食農労働組合連盟が統一ストライキを行ったが、ヘイマーケット事件が起こり、1889年に第2インターナショナルが国際労働運動のための命令をパリで制定すると、1890年に命令をシカゴで実行した。コロンブスの新大陸発見400周年を記念して開かれた1893年のシカゴ万国博覧会では、 ウェスチングハウスの交流電源による実演など、ヨーロッパをついにしのいだ、アメリカの工業力と先進性を誇示する技術が多数、披露され、白を基調とした建物群から、ホワイトシティと呼ばれた壮大な万博会場を作り上げ、国際的な地位を高めるとともに、文化都市として、脚光を浴び成功を収めた。それと同時にオーケストラホール、図書館、博物館、 公園などの文化施設の建設ラッシュとなった。1882年から1905年にかけて電力産業が乱立すると1912年にサミュエル・インサルの提唱で公益事業の価格統制制度が導入され低料金の電気が普及した。人口は1900年に170万人に達しニューヨークに次ぐアメリカ第二の大都市になった。しかし、それらは いわゆる富裕層によって生み出された文化であり、肥大する経済発展とは裏腹に新たな社会問題も生まれた。それが貧富の差の拡大で20世紀に入るとウェストサイドでスラム化が進行した。またかつて奴隷としてアメリカ建国時に農業などの労働を担っていたアフリカ系アメリカ人が1914年から1950年に かけてアメリカ南部から次々に移入した。彼らは法律上表面的には奴隷の身分を解かれてシカゴにやってきたが人種差別などから低賃金重労働以外につくことはほぼ不可能であり、新天地での生活も相変わらず苦しいものだった。暴動は日常茶飯事となり、とりわけ1919 19年の暴動は過去最悪となった。さらに、 腐敗政治の蔓延などで、市外は無法地帯となり、その時多くの住人が市外地を去った。1927年の市長選挙で、ウィリアム・ヘール・トンプソンが勝利すると、トンプソンは、シセロにあるナイトクラブの常連となって、ギャングと癒着し、アル・カポネが、裏社会を支配した。1929年の世界恐慌の影響で、市の財政も大幅な赤字となった。同年、 聖バレンタインデーの虐殺を契機に、トニー・アッカルドや、サムジ・アイカーナ等、1940年代から1960年代の次世代を担うギャングが台頭した。トンプソン政権は、1931年市長選で、敗北するまで続いた。1920年にも建築ラッシュは続き、トレビューンタワーや、リグリー・ビル、戦後には、世界一の高さを誇っていたシアーズタワーなどが、 建設され、今日に見るようなダウンタウンが形成されていった。シカゴ学派第三世代の中でも、ルイスワースは、シカゴのマイノリティグループの社会層とセグリゲーションについて記述し、そこから、旧市街地、工業地、新興住宅地と同心園上に都市が形成されるモデルを打ち立てた、ことで有名である。1958年頃に、旧来の白人中心のギャングだけでなく、 ブラックピース・トーンズやバイス・ローズ、1968年にはギャングスター、ディサイプルズといった黒人によるストリートギャングが誕生し、1960年代より1970年代にかけてギャング同士の構想が発生し、治安が悪化した。1950年から1970年にかけて、その職にあった民主党のリチャード・ J ェーデイリー市長は、様々な有力者の支持を受け、 市街地の再開発と治安の改善、賃金格差の是正などに努め、姿勢を立て直した。ニューヨークやボストンなどが経済発展に陰りが見え始めた頃に、シカゴは比較的堅調な経済情勢を維持できたのも、この市長の前世のおかげだったと言われている。シカゴの人口は1950年に362万人となり、最高を記録した。以後、周辺部を含めた 都市圏の人口は現在まで増加傾向が続いているが、地域内の人口は伸び悩む傾向が続き、地域人口は1980年代前半にロサンゼルスに抜かれている。これは古代古近辺の市街地老朽化と製造業の衰退によるものと見られており、また西海岸諸都市の経済発展を受けてアメリカ国内におけるシカゴ経済の地位は、 20世紀半ばまでの時期に比べて相対的に低下した。ただし近郊では半導体、電子機器、輸送機械などの産業が発展し、シカゴは現在もアメリカにおける商業、金融、流通の重要拠点の一つとしての地位を保っている。シカゴのスカイライン、ノーザリー島から西方を向かって、2009年4月、ジョン・ハンコックセンターから南方へ向かって、 2010年8月シカゴには高さ100メートル以上の超高層ビルが575棟ある。これは世界でもニューヨーク、香港に次ぐ数である。ミシガン湖からシカゴのマテンロ群を望む。左側の最も高いビルがウィリスタワー。右端のビルはアオンセンター。シカゴはミシガン湖の南西部先端であるイリノイ州北東部に位置している。 アメリカが州国統計局によると、シカゴは総面積606.1平方キロメートルである。このうち588.3平方キロメートルは、陸地で17.8平方キロメートルは、水地域である。総面積の2.94%は、水地域となっている。欠片の気候区分では、寒帯湿潤気候に属する。冬季は厳しい寒さとなるが、さほど降雪は、多くない。 一方、夏季は温暖な南西風の影響で、かなりの暑さとなり、気温の年格差が大きい大陸性気候となっている。シカゴは英語で、風の町と呼ばれ、ミシガン湖から季節風が吹きつける。なお、風の町という表現は、風の強さから来ているとの考えが、一般に受け入れられているが、実際はそうではない。そもそもオクラホマシティの方が、より風が強いぐらいである。 風の街の由来は、1893年の万国博覧会の候補地として、ニューヨークとシカゴが争った時、ニューヨークのある雑誌が、シカゴ市民を、シカゴエンズトークイズ不良ブホット、エア、と表したことである。これを直訳すると、シカゴ市民の話は風に満ちていただが、その心は、シカゴ市民の話は中身のない言葉だけ、である。つまり、 上記の英文はシカゴ及びシカゴ市民をバカにした発言である。このことが本来の由来を離れて使用されるに至った。なお、1893年の万博は結局シカゴで開催され、それまでの万博で最大の規模となった。2010年現在の国勢調査でシカゴ市内の人口は269万5598人。 1045,560世帯が暮らしている。これはイリノイ州の全体的な人口の約5分の1及びアメリカの人口の1%になる。かつてはニューヨークに次ぐ大都市だったが、ロサンゼルスの台東と五大古近辺の地位低下、さらに都市圏の拡大による公害化、サブプライムローオン金融危機に伴う低等物件差し押さえの増加や、 低所得者向け高層公共住宅の取り壊しとそれに伴う住民の立ち退き、全米平均を上回る高い失業率を背景に人口が急減している。この都市の人種的な構成は白人45.0%、アフリカン・アメリカン32.9%、インディアン0.5%、アジア5.5%、その他の人種13.4%、及び 本決2.7%であり、黒人の比率が全米平均の12.6%より20%以上も高いのが特徴である。この人口の28.9%はヒスパニック、またはラテン系である。2011年の国勢調査によると、シカゴの白人住民のうち最も多いのがアイルランド系であり、ドイツ系、ポーランド系がそれに続く。 この都市内の住民は26.2%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.2%、25歳以上44歳以下が33.4%、45歳以上64歳以下が18.9%、及び65歳以上が10.3%にわたっている。中央値年齢は32歳である。 女性100人ごとに対して男性は94.2人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.1人である。この年の世帯ごとの平均的な収入は38,625米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は42,724米ドルである。男性は35,907米ドルに対して、 女性は3536米ドルの平均的な収入がある。この年の一人あたりの収入は2175米ドルである。人口の19.6%及び家族の16.6%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の28.1%及び65歳以上の15.5%は貧困線以下の生活を送っている。 シカゴ市内の地域ごとの暴力犯罪の図。色が赤い地域ほど犯罪発生率が高いことを示す。1970年代は犯罪発生率が高く970人が殺害され、殺人発生率は10万人あたり29人であった。近年は人口減少とともに殺人も減少傾向にあったが2012年には前年よりも優位な増加が見られ、 発生率は10万人あたり18.5人で、全米平均の4倍近くとなっており、506人が殺害されている。そのため、警官の増員や地元代表らとの連携がなされ、2013年には殺人被害者数が415人まで下がったものの、暴力行為は依然多く、発砲事件だけでも2013年の負傷者の数は2185人に上った。 ギャングによる抗争などが発生しており、2011年と2012年には、シカゴで殺害された年間死亡者数が、イラクやアフガニスタンに派兵された米兵の同年の死亡者数を上回ったことから、シャークという不名誉なあだ名がついてしまった。19世紀末の連続殺人犯である、H.H. ホームズが、殺人の城と呼ばれた建物を建てたのも、シカゴである。 シカゴ川の夜景ネイビーピアシェット水族館、ミルニアムパークシカゴの文化は富裕層らが築いた文化と貧困層が築いた文化に大別されるが、一般に象徴されるのは後者である。一方で、前述の通り1920年代に蔓延したマフィアや暴力団も有名。時代を反映した映画、ブルース・ブラザース、逃亡者などの舞台にもなっている。また、シカゴ風、 ピザ、サンデー発祥の地でもある。ピカソの彫像、無題の置かれたデイリーシビックセンターでは、シカゴの提供により平日の正午にコンサートなどの様々な無料文化、イベント、アンダーザ・ピカソが行われ市民が集う。聖パトリックの祝日には、シカゴ側がシンボルカラーの緑に染められることで知られる。クラシック音楽では、シカゴ公共楽団やシカゴリリックオペラがある。 シカゴ交響楽団は全米五大オーケストラの一つとされるのみならず世界最高のオーケストラの一つとして知られている。同交響楽団は1891年に創設され、1953年から1962年の音楽監督フリッツ・ライナーの時代と、1969年から1991年の音楽監督ゲオルク・ショルティの時代に、 それぞれ大発展を遂げ、世界的な名声を確立した。シカゴリリックオペラは、ニューヨークのメトロポリタンオペラ、サンフランシスコオペラと並ぶ、アメリカ三大オペラハウスの一つとされている。また、シカゴは、アフリカ系アメリカ人らが築き上げた、音楽文化、ブルースやジャズのメッカとして名高い、アメリカ南部のミシシッピ川流域で発生した。 アコースティックなデルタブルースにエレクトリックギターなどを導入してシカゴブルースと呼ばれる音楽に発展させた。ジャズの分野では1920年代にはルヤ・アームストロング等多くのミュージシャンが活動の拠点をニューオーリンズからシカゴに移した。1965年にはアフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャンたちが奥務を設立し音楽教育やコンサート活動などを行う。 同協会からはアートアンサンブルオブシカゴが世界的成功を収めた。またそうした音楽的伝統のもとに生まれたハウス音楽の発祥としても知られている。シカゴにあったウェアハウスというアフロアメリカンやゲーなどを主な客層としたクラブの名前がハウスという言葉の起源であり、シカゴハウスは後にニューヨークでなど乱熟したハウスミュージックの原型ともされ、 現在でもダンス音楽の世界では、シカゴを中心とする DJ たちが重要な位置を占めている。現在では、シカゴ音響派と呼ばれるジャズ、ロック、ポップス、現代音楽が一緒になったようなそれまでにはない、新しい音楽を追求する者も,も多くいる。また、ギャング文化に伴ったヒップホップのメッカとも言われており、近年ではトラップに影響を受けたトラックに乗せて、 シカゴの治安問題を暴力的な歌詞に乗せて歌うドリルミュージックというジャンルが発生している。1998年、シカゴは3つの主要な博物館に取り囲まれたレイクフロントパーク地域にミュージアムキャンパスを公式に開設した。このミュージアムキャンパスはグラントパークの南部地区に設定された。グラントパークにはシカゴ美術館も所在している。 シカゴ地域の他の主要な博物館、ギャラリーは以下の通り。シカゴのローアウェイスト、サイド地区はチェコからの移民によって作られたコミュニティであり、シカゴ近辺の住民からはピルゼン地区と通称される。ピルゼンとはチェコの都市プルゼニの英語及びドイツ語名である。しかし1970年代以降、地区の主な住人はメキシコ系へと置き換わっていった。 北米四大プロスポーツリーグすべてを有する数、少ない都市。さらに MLS やマイナーリーグなども構えている。ユニオン駅大町合室、グレートホールターミナル駅全米国際姉妹都市、境界加盟都市。多複数階層の道路高架線路シカゴは多くの映画やドラマの舞台となっており、シカゴうちのある高層ホテルでは様々な映画やドラマを10回以上も撮影している。 ことで知られている。ありがとうございます。